チーム22フナッツマーク24戦を終え、現在ポイントランキング1位、800馬力を超える D1 最強マシーンを斉藤と2人で作り上げたのだ。この男、フナッツ代表フナッツ武史、チューニング業界の雄、フラスト出身、努力のロムチューナーと言われたこの男の、その車人生をかけた苦渋の決断とは。クローズアップ B、 新章フナッツ武史。大手チームを抑え、現在ランキング1位、チーム22フナッツマーク2、そのマシンのチューナーフナッツ。彼は峠でドリフトに魅せられ、その人生を変えたものと出会う。コンピューターチューニング、ロムチューンですね。やっぱりそのコンピューターの数字1個でこんなに車が変わるっていう、その面白さですよね。まあ、たまたま僕大学が電子系のまあ大学だったんで、パソコンも持ってましたし、これもしかしたらなんかできちゃうかもしれないな、まあ試してみようかなって。プライベートロムチューナーとして名を馳せた船津は、1996年チューニング業界の雄トラストに入社。その年、最高速チャレンジの聖地矢田部でのゼロ300キロプロジェクトに参加。車運をかけた車、フレッディ RX-S6 のロムチューナーに大抜擢。その才能を買われ、5年で中間管理職。しかし、まあ、それは非常にありがたいことだったんですけども、ただやっぱりその係長あたりからは今度管理職っていう部類に入ってきますので、どうしてもその現場から離れていって、現場は現場の人間にやらせろと。その時にそのやっぱり僕車いじることが好きで、トラスト入ったっていう部分もまああったんで、車に触れなくなっていったことっていうのが何より一番のストレスにはなっていったんですよ。彼が下した苦渋の決断とは。じゃあまあうまくいくかどうかも分かんないけども、ストレス抱えるぐらいなら自分でやってみてもいいのかなと。お世話になったトラストを退社し独立。そして偶然出かけた峠での出会いが彼の人生を変えた。ここに1台だけ走ってるのがいてですね、えらいスピードで駆け上ってくるわけですよ。ちょっと僕も着いた途端いきなりそれがいたんで、1台だけ圧倒されて声かけに行ったんですよね。で、まあよく来んのなんて話から始まって、ただまあここよく来ますって、ずいぶんすごい走りするねなんて話をまあし始めたのが、まあ大吾との出会いだったわけですけども、偶然が呼んだ運命の出会いが D1 を変える。最初の印象はちょっと変わった人だなと。その時にそのまあ本人も車がちょっと調子あんまりいい気がしないんですよみたいな話から、じゃあ俺ちょっと助手席乗ろうかなんてって言って、あいつが運転したわけですけど、その時にもう何のスピード感もないような、もうプラーとかっていう、もうレベル当てまくりで、もうくる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 ハンドルとこう、こんな状態でドリフトしてるわけですよ。で降りてきて、やっぱ調子悪いですよねっていう、もうそんなこう淡々とした感じが、こいつなんか違うもん持ってんかもな、人と違うもん持ってるかもしれない。当時峠一高速ドリフトをする男、そして昼間は保育園バスの運転手をしていた斉藤大吾。現在ポイントランキング1位のチーム22、そして斉藤と2人で作り上げたマシン、彼らの D1 参戦のきっかけと。結構いいセンスしてると思うし、いい走りするから大会とか出ないのって話をしたんですよね。したら本人サーキットとか大会とかに基本的に興味がないと。僕は小山で一番速ければいいんだみたいな感じだったんですよ。いやでもね、誰が一番うまいとか速いとかってサーキットで決着つけた方が俺はテトルバイと思うけどねなんて話をしてたら、またそこから何週間かしたらいきなり来て、いや実はちょっと選考会行ってこようと思うんですよって言い始めて、で選考会でもし受かって D1 の権利取ったらいろいろちょっと手伝ってもらえますかみたいな条件つけて、お前もし取れたらなみたいな感じで、僕も冗談半分で、まあそんな甘いもんじゃないと思うよなんていう話をしたら、あいつ恵比寿で初めて選考会受けていきなり2位になって権利取ってきちゃって、権利取ってきちゃいましたみたいな感じで始まりましたね D1。
そのデビューは2004年 T67 タービン仕様450馬力。経験を積むたびに進化するダイゴ。2006年は500馬力。しかしダイゴには致命的な欠陥が。かっこいいドリフトしたいとか、本人はそういう部分ばっかり頭が回るんで、単走ばっかりなんですよね、常に頭の中にあるのは。で、追走のことを全く考えてないというか、追走はもうなるようになれみたいな感覚で彼は当時 D1 に飛んでたんで、それじゃダメだよと、うちらも手伝い、仕事を犠牲にしてまで手伝い始めてんだから結果出してくんないとっていうような話をしたら、僕は仕事で D1 やってませんと。え、なんでやってんのって話、好きだからやってますっていう趣味なんですっていう。ダイゴ、そして船津の競技人生を変える事件が起きる。ダイゴのミスでクラッシュ、2台のマシンは大破。競技は決して一人でやるものでもできるものでもない。競技とは関わる全ての人の人生を背負って走るもの。いや、やっぱり自分が楽しければいいかなだけじゃ済まないんだなっていうのを実感しました。それだけじゃない、こう相手がいるんで、自分のミスが大変なことになっちゃうんで。ダイゴの車イコールうちが作ってる車、ダイゴの面倒は船津が見てるみたいな、まあ環境になりつつあったんで、これはもう面倒見るしかないなと。この事件から船津、ダイゴは変わった。そして今年の快進撃、船津渾身のマシン800馬力を誇る船津マーク2。今年絶好調のマシンの秘密に迫ろう。船津がトラストで学んだこと、そしてパワーを求めるダイゴのドライビングスタイルの結晶がこのマシン。回転パワーに耐えるように、単造ピストン、あとは一段面コンロット、それからメタルも強化してます。あと、まあカムシャフト、264272のカムシャフトを、F コン V プロと、バルタイコントロールでコントロールさせています。今年ですね、どうしてもターボチャージャーが大きいんで、回転がドリフト中に起こした時にですね、特に追走なんかのシチュエーションで、ここでトルクが欲しいのにっていう時に、まあ、どうしても立ち上がってこないんですね。で、それを補うためにノスを装着しました。はい、こちらですね。基本的には全域でパワーを出すというよりも、ブーストがかかりづらい回転域でブーストをスマートにかけてあげると、立ち上がりの部分のためにノスを吹いてます。とある休日、サーキットに船津、そしてダイゴの姿があった。2セットしかないから、ワイヤー出るまで。自身もドリフトをする船津に同乗レッスンをするためで、船津を助手席に乗せ、ハンドルさばき、シフトワークを見せるダイゴ。船津は横でイメージトレーニング。続いてダイゴを助手席に、船津がドライブ。角度つけすぎちゃうとダメだね、あれね。そうですよ。で、奥まで行っちゃうもんだから止まらないんだな。レッスンを重ねること数十分。お見事。ドリフトの基礎的なことはなんか分かってるのかなとか分かってねえのかなとかいう意味ではどっちですか？まあチューニングの方が向いてると思います。船津とダイゴ、チューナー、そしてドライバーとして2人で育て築き上げた現在のチーム。ダイゴにとって船津とは何なんだろう？やっぱりいてもらわないと困る人ですね。いないとちょっと不安だし、はい、何なんでしょうね。もう周りからはもう何て言うんでしょう、こういや船津さんは親ですねと、保護者的な感じですよねっていうふうに、まあ、周りから言われますけども。船津が作った D1 最強マシンと追走に目覚めたダイゴ、ライバルを倒し日本一を目指す。何にでもトライ、中途半端は嫌い。 T
徹底的に打ち込めば、こんな僕でも必ず一番になれる。その時の喜びが最高なんです。船津武。